水族です。で今日は、4月25日月曜ですね。はい、今これ蚊取り焚いてるんですけど、なんかね蜂がですね必ず降りてくる。毎日ね 2,3 匹はぶっ殺してて、でちょうどこれ穴開いてて、はい、ここ風呂場ですね。まあまだ動画上げてないけども、あそこなんかね、風呂の断熱材の上に獣の糞がいっぱいあったから、多分タヌキかなんかが住んでるんだろうなと思うので、でその上にですねちょうど蜂が巣作りかけてるから、多分ここから入ってきてるんだろうなと思います。なのでちょっとそやつらをどうにかしに行こうと。よいしょ。したらこれバイオハザードセルね。はい、最近こういうトレーナーシーンのゲーム多いから、なんかあれだよね、この視点でさ、なんかアプリでリフォームするとかいうのはあるけど、なんかこんな感じだよね。こう、アイテムチラッとしたくたらこう取るみたいなね。よいしょっと、まさかちょっとどんなものなのか、見に行ってみましょうか。やばいな、あ、痛い、蜂が。まあ、真っ昼だからね、蜂が出てくる。まあね、なんでかね、なんでかね。まあ、こういう風船をつけてるけど、神で炙るというか、許したりしてると、なかなかね、あの、煙だったり、虫は嫌いだから、あ、いるね。すでに飛んでるね。もうどっかに蜂が去ってきてるのかな。もうあれ、中に入ってきてるんだよ。どっかにいるんじゃない？あ、いつも飛んでるあの蜂だね。いっぱいいるぞ。どこだ。なんかすげえたむろしてたぞ。外に作られた感じか。これまあ一応使い切っておこうか。外だね。鍵がかかっている。これバイオハザードだな。まだだ。向こう側に行って鍵を外さなきゃいけないっていうね。クソめんどくさいイベント。まあ、結構狭い内容の中で、タイガーの人に、タイガーの人っていうか、ね、追跡者に襲われるというイベントが起きた場合は即死イベントだよ。多分、バイオハザード中屈指の。あー、あれだね。で、あそこから何が出入りしているのか。ちょっとこれ塞がないとダメだな。ママさんダンク、ママさんダンクだよ。でもネットはもう使い古してる。これでいいや。どこかにあるんだな。今あそこに行くか行くか。はい、ちょっとね、あれ屋根の内側にも作られてるから、手作り防止のためにやってみましょう。カッカー便利だね。これたったらすぐロックかかるもん。あ、撃てねえ。ここは撃てる。これか。あ、撃てます。間違ったね。
隙間だ。ちょっとやり直しかな。あ、やり直せないか。これバイオハザードっぽくね、こんな感じですよ。で、こう構えるとかね、こうタッカーのシーンがある、撮りますか、イエスみたいなね。はい、ちくしょう、めんどくせえ。で、こうタッカーの予備がある、持っていきますか、はいを選ぶんだけど、これ以上荷物が持てないとかいうね、そういうおうムカつくイベントもあるわけでございますよ。で、これでデイパックっていうか、荷物を持つ個数を増やすやつをこう取りに行くという、まためんどくさいイベントに、まためんどくさいイベントが重なってくるというわけですね。で、そしてアイテムを取ったから、何？こんな感じだね。追跡者じゃーみたいな感じになってんでしょ。ちょっと強く打ち込めねえから、これがマックスか。でけえな。あれ、女王蜂くせえ。いや、多分この隙間にあるな。あれはでけえな。あれはでかかった。で、女王蜂だよ。結構めんどくせえな。いや、またカトリー炊いて、いぶしとこう。はい。八九条コンプリート。八九条コンプリート。ミッション2、バルサ。バイオハザード6は、こう、コワーン、コーッみたいな音が出て、次のミッション、バルサンを炊くみたいな感じで出るんだろうな。
巣作り防止で入ってこられたくないな、これは。もう何本か巻いておくか。いやでもここはクソ寒いからどうしようかな。バッテリーのアダプターが合ってなくて緩いな。胸ポケットに入れてもうちょいガッチリハマるやつでやるか。ちなみに20時間ぐらいこのウェアラブルカメラはね撮れるわけですよ。 128GB のメモリーカード挿してある。でもいかんせんバッテリーがね、やっぱりウェアラブルだからちっちゃいじゃん、本体も。あれ？バルさんを探す。コーンって、あ、あったあった。で、まあ、バルさんをどうしようかな。多分こう、こうやって置けるんじゃねえの。拾うのヤスリ？茶色い。へえ。じゃあファイヤー。おう。おお、結構煙出てるね。おお、すごいすごいすごい。じゃあ、これは、まあ、バルさん、OK でござるな。